7月21日東アジア選手権の中国戦で柿谷陽一郎が代表26人目となるデビュー戦ゴールを決めた時多くのサッカー関係者はようやくたどり着いたかと思ったというかつて各カテゴリーの日本代表に名を連ね類いまれなる才能を持つ逸材と期待されてきただが天載ゆえにわがままも目立つようになり一度は自分を見失った 度重なる遅刻でセレッソ大阪のクルピ監督の逆輪に触れ彼の行為は全てのサポータークラブに対する裏切りと09年には J2 の徳島にレンタルの形で放出されたこれまで柿谷は実に沖布ふしに富んだサッカー人生を送ってきた栄光天狗挫折そして復活実は同様のことをまさに セレッソー大阪神崎スクールでサッカーを始めた少年期から経験していたのである小学6年から中学卒業まで指導してきた風巻和夫コーチは当時のことをこう振り返る第一印象は人懐っこくて明るくてやんちゃなクソガキかっこ笑い彼は上の学年の子と練習していたためチーム内で常に年下だから甘やかされていた 責任を取る立場にないので、ボールを取られても追いかけない。これをどう改善するかは大きな課題でした。U14 代表でキャプテンになったのですが、守備をしないことは変わらなかった。人間的に幼かったんですね。その後も、柿谷のわがままはひどくなる一方で、チームメートも許せなくなり、なんであいつだけと、チームの雰囲気も最悪に。 このままだとチームにとって良くないと中学2年か3年の頃セレッソ大阪ユース内では垣谷を手放すという話まで出たというここで指導者たちは皆考えましたこの原石をどう輝かせるかそれができないのは我々の力不足のせいだとしたらそれは後悔になる選手の成功は指導者全員の喜びと考えようと ユースの指導者みんなでなんとか構成させようと話し合いましたそれからは相当厳しく当たって辛抱強く育てました時間はかかりましたがかっこ笑い成功と挫折を繰り返してきた柿谷だが J2 の徳島で試合に出る楽しさ大切さを再確認できたことで人間的にも成長し昨年古巣のセレッソ大阪に戻ると才能が一気に開花 日本代表へとたた。どり着いた遠回りしただけにライバルたちに先を越されて鬱憤はたまっているはずあとはそれをピッチで爆発させるだけだ。